こんにちは。ダホンカーム購入して1年経ったので、こちらをちょっと1年のレビューを動画に残しておこうと思っております。まずこのダホンカーム、なんで欲しかったかっていうと、当時はですね、折りたたみ自転車、ミニベロは折りたたみ自転車の BD1 を持っておりまして、その折りたたみ自転車からまあミニベロをすごいいいなと思い始めて、折りたたみではなくリジットの、まあ要は折りたためない普通のフレームの自転車ですね、を購入してみたいということで、いろいろと検討した結果、このダホンカーも買ったというわけです。それ他の動画にしているので、もしご興味あればちょっと見てください。で、早速なんですが、このダホンカーム気に入っているところ順番に上げていきたいと思います。まずこのフレームなんですけど、すごく柔らかくて乗り心地がいいです。これはもう最高ですね。ロングとか乗っていても全然疲れないし、手がしびれることとかお尻も痛いとかってのはあんまりないので、非常に乗り心地がいいです。で、 V ブレーキなのでタイヤも太くて、さらに乗り心地の良さを助長させてくれてますね。で、今こういう感じで見てもらうと分かると思うんですけど、フルフレームバックつけたり、ここもミニベロなんで開くので、ここに、これ普通のここのフレームバック市販のなんですけど、それをここに縦につけてみたりとかして、積載能力も上げています。で、フロントにはですね、ターンのパニアバック用のキャリアをつけておりまして、フロントにパニアバックをつけられるようになってます。リアキャリアも、ここにダボとかがあるので、リアキャリアもつけて、リアにパニアバックつけることもできるんですけど、ちょっとかっこいいですね。他の動画にも出してるんですけど、シートバックを持っているので、リアキャリアはつけないで、カームの場合はキャンプなんかに行っております。で、このカームで、何度か輪行もしたんですけど、まあ実はここからがいまいちな点なんですが、この20インチのミニベロのフレームだと、縦型輪行がいまいちうまくいかないんですよ。綺麗に収まらないというか、まあ車輪が小さいっていうのが一番の大きな理由なんですけど、で、持ち運ぶとなると横型輪行になるんですね。で、横型輪行だと 700C とサイズが大して変わらないんですよ。っていうことは、ミニベロでわざわざ輪行するっていうのは、まあこのミニベロに乗りたいから輪行するのであって、姿形が小さくなるとか、まあ重さに関しても 700C の普通のロードバイクなんかと大して変わらないので、メリットがあんま出てこなくなるんですよね。まあそこが一つ盲点だったなというか、所有して初めて分かりました。縦型輪行がまあ苦手です。それとこのカームの特有の話なんですけど、ここのシートステーとダウンチューブが湾曲しています。まあ、これがこの自転車のデザインの一つなんだと思うんですけど、まあ、僕個人的にはあんまりこれが好きではないです。ただこのフレームのカラーリングとホリゾンタルであること、まあ、あとはこのトップチューブの長さとか、この辺は全体的なジオメトリーはすごく僕の体に合っていて、これはすごくいいなと思っております。で、動画にもしてるんですけど、ハンドルはとっかえ引っかえとっかえ引っかえやりまして、最終的にこのノースロードバーに落ち着いています。セミドロップですね。日東のセミドロップバーをつけています。これが非常に乗り心地もいいですし、操作性もいいので、これに落ち着いております。で、購入してからカスタムしたところというのがですね、実はそんなになくて、まあ、このブレーキのケーブル類、これハンドル変えるのにケーブルの長さを変える必要性があったので、ブレーキのケーブル類を変えているのと、まあハンドルと、ここのクイルステムですね、これを長いもので短いものに交換しました。で、シートポストとシート、で、あとはこれですね、パニア用のラックをつけたという感じですかね。時と場合なんですけど、ここにブロンプトン用のキャリアブロックをつけて、ブロンプトンのバッグをつけたり、今はリクセンカウルのアダプターをここにつけてますね。ここのヘッドチューブがすごい長いので、ヘッドチューブにこのリクセンカウルのアダプターを固定することによって、オルトリーブのフロントバッグとかをやはりフレーム直付けにすることができるので、かなり重いものを入れてもブロンプトンバッグと同じようにハンドリングに影響がなく、非常に使いやすくなっております。まあ、現在はフラペにして通勤で主に使っています。まあ輪行で持ち歩くのが、先ほどお話ししたように少し面倒というのが大きな理由なんですけれども、まあこのフェンダーをつけちゃうとさらに輪行しづらいので、逆にですね、このフェンダーをつけたことによって雨の日も乗れると。まあ基本雨降ってる時は乗らないんですけど、雨降り後なんか乗らなきゃいけない時とか、あとはまあ仕事に行って帰り雨降っちゃったっていう時も、まあ降ってなければそのまま帰ってきたいので、フェンダーがついてる自転車が便利なので、フェンダーをつけたままにして、まあ主には通勤と、あと
自走で行ける範囲のキャンプなんかに今は使っております。ということでダホンカーン非常に気に入って乗っております。おそらくこれまだ現行で売ってると思いますので、気になる方はチェックしてみてください。ミニベロにしてはね、珍しくサイズも2サイズ出ていますので、どちらか合う方、身長で合う方を選んでみるといいと思います。これフレームがねホリゾンタルなんで、またぎがちょっと制限されちゃうので、できれば展示車またいでみた方がいいかもしんないですね。ということで、購入して1年経ったダホンカムのレビューでした。ご視聴ありがとうございました。